猫耳、いい、にゃんにゃんにゃん、スーパーチャットか、これは。猫耳、かわいい、ありがとう。作った甲斐があったよ、ありがとうでござる、ありがとね。大抵の猫ちゃんは吸われるととても微妙な顔をしつつも吸わせてくれるのですが、飼い主としては若干罪悪感を覚えたりしますが、猫に対して吸わねば無作法というもの、今日は全力でいろはどのを吸わせていただきます。ちょっと待て。風間、飼い猫じゃないでござるよ。ちょっと、風間どっちかというと野良猫です。よろしくお願いします。赤色スーパーチャットありがとう。猫耳、ありがとう、ありがとう。ただひたすらにありがとう。すっごい猫耳に感謝するじゃん。猫耳、そんなにあれか。やっぱり猫ちゃんは可愛いでござるな。間違いね。ところで、風間殿、猫は吸うものでござるよね。つまり今回は風間殿を吸ってもいいということですか？風間を吸うのは高いよ。風間を吸おうと思ったら相当なレベルの吸引力が必要になるよ。例の、つよつよ掃除機顔負けの吸引力を持ってきてもらわないと風間は吸えないと思いますので、よろしくお願いします。頑張ってください。今日は猫ちゃんの可愛い仕草がたくさん見れて幸せでした。特に右下の猫ちゃん可愛かった。吸ってもいいですか？みんな風間のこと吸いたがるじゃんか！カイロスーパーチャット、Thank you！ 可愛い猫の仕草に可愛いイロハドロの猫耳が最高でした。可愛い猫のゲームかと思ったけど内容も少しダークっぽくてどうなるか気になりますね。新機能で他のこの面も猫耳をつけ始めたら、イロハドロの感情が持ちますかね？いや、待てよ。それ天才じゃないか！他のこの面にもこの猫耳送ればいいんじゃね、カズマ。他のこの面にも猫耳を与えれば、カズマ、無限モフモフ天国ができるってこと。配布したらみんな猫になれるんじゃないかな。このゲームやってるホロメンにこっそり猫耳送りつけようかな、全員に。猫お好きですか？よかったら猫になりませんか？ありだな。いや、いいこと聞きました。ちょっとこっそりしときます。ありがとうございます。 Thank you スーパーチャット、ありがとう。